ニューカッスル国際空港とは、イギリスのニューカッスルにある国際空港である。1935年開港。現在運用されているイングランドの空港としては、最も北部にある。国内線は、もちろん、ロンドン経由の BA やアムステルダム経由での、KLM、パリ経由の AL フランスで、全世界からアクセスすることができるイングランドの北の玄関口である。また、 近年の格安会社の台頭により、ヨーロッパ各地へのリゾート便の利用も増え続けている。2007年9月から、エミレーツ航空がドバイ入荷する間を就航させる。ダブリン、パリ、マルタロンン、ロンド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 ン、バーミンガム、アバディーン、サウサンプトン、インバネス、カーディフ、ブリストル、ベルファストシティ、バルセロナ、ブタペスト、ジュネーブ、プラハ、 ローマ、ハノーファー、アムステルダム、デュッセルドルフ、コペンハーゲン、ブリュッセル、ベルファスト、マンジマ、スタバンゲル、コーク、アリカンデ、ミラノ市の中心部から11キロメートル北西にあり、タインンドウィアメトロが結ぶ。ありがとうございます。